1オクターブ低い音が出るという。これ弾きたいと思ったのがきっかけで、それから美学に行って、まあ、なんかもう一回風景を教えてほしいです。風景、うんうん、ね、ある、うん、水の中で気泡がいっぱい立ってるイメージになるんですね、この最初の、うん、水の中に潜っていて、で光が差してきて、まあ、それが本当に潮の音なんですけど、うわーって広がってきて、光がもう海底というか水の底までものすごく届いていく感じが、だんだんこう広がっていくっていうイメージは見えてますね。この水の揺らぎなんですけども、最初は細かい気泡から始まって、だんだんそれが大きな揺らぎになっていく、漂う感じ、ちょっと漂う、波のうねりのちょっとエッジを効かせたような感じですね。ギターと絡まっていって水に溶けていくような音の感じ。そして富士山の声が音の中を本当にくぐり抜けながら、揺らぎながら水の中に溶けて、すごく至福な状態が水の中で起こっていて、その気持ちがまた上に上がって帰ってくというような、上がってくというか、海底からなんだ、上がってって、うわーって上がってって、その空間がもう全て溶け合っちゃう。実際に本当にそういう体験をしてしまったので、私はその音をなんとか人間やってるうちにその音を出してくださる方が、ぴったりな方が本当に集まったので、今回どうしても聞きたいという聞いてもうお返ししたいなっていう気持ちです。だから私の中だけじゃなくて、天に帰ってくんだ。そうですね、その帰る前にやっぱりみんな、ね、みんなそれぞれがつながってるから、そこに音が染み込んで、まあ、癒されるってなんかね、チープな言葉になっちゃうんですけど、その音がみんな一人一人に届いて響いて溶けて、みんなが本当に幸せな、もう本当に表現できないぐらいの至福な状態になって、そしてお返ししていくというみんなで手を離して、その音が天に帰っていくっていうようなイメージで。そう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 。